どうもプロボラの加藤です。いつもありがとうございます。ということで前回ドライブ4とドライブ2を投げ比べたんですけど、初投げということもありあまりいい印象に伝わったかどうかちょっとわからないですけど、今回は、はい、ドライブ4のみで1ゲーム本気で投球します。ということでもう先ほど1ゲームじゃないですね、ちょろっと投げ比べてだいぶ最後の方コツはつかみました。ということで早速1ゲーム本気で投球して、まあ、230以上出れば、はい、このレーンちょっとねシビアだと思うので230以上出ればもう使いこなせてるんじゃないかなということで、早速今から1ゲーム投球しますので最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。はい、信頼と実績の亜球ドライブ4、はい、今回は青色で登場でございます。どっちがいいかな、でも投球なるべくまっすぐ目に行ってみます。最初いきます。いやー素晴らしい、もう飛びが完璧になってきました。使いこなしてるんじゃないでしょうか。だいぶ伸びてるところを利用してるので曲がっちゃうのかなっていうのはところなんですけど、伸びてるんで本当にポケット寸前で曲がってジャストストライクですね。はい、さあ2球目いきます。今のに満足することなく2球目しっかり投球します。再現性、あちょっと出ちゃった、大丈夫大丈夫、セーフ、助けられました、幅に助けられた。こんなにねこう手前から思いっきり出してないのでちゃんとこらえてくれました。さあいいペースで、いいペースでってまだリフレですけどね、やっぱり最初の投げ比べ動画でだいぶ感じを掴んだのでいい感じです。さあ3フレいきます。よし、再現性、信頼と実績の再現性、 OK。 はい、あー惜しい、タップしちゃった、ちょっと手前で食われてんのかなって感じですけど、はい、230以上出すためにはスペアが大切。さあカバーボールしっかり天品取っていきますよ。はい完璧、モーティブのアスパイアです。めちゃめちゃ直進力あります。さあ3フレ、3フレじゃないや4フレです。今のタップをどう受け止めるか、いきます。はい、よし、ちょっとね丁寧になりすぎて手前に落ちてしまうとやっぱり手前で食われてタップしたんじゃないかなと思って気持ちよってしっかり前にボールを送り出しました。その結果やっぱさっきよりも 1,2,3 フレの中で一番今動いたんじゃないでしょうか。はい、やっぱオイルに強いので今ぐらい前に送り出さないと動きが出ないんですね。もう一度いきます、はい、サードだ、はい、ちょっと薄めですけどやっぱ手前で噛まれてない分ですね、はい、ちゃんと飛んでます。わかりました、やっぱカバー速度がそれだけ強いということが投げていてだんだん分かってきました。だからもっとねオイル引き立てとかしっかりある状態で投げたら面白いんじゃないかなって思います。いきます、6フレ、はい完璧、もう掴みましたよ、はい、完璧。でも今掴みましたよってやつ多分リプレイで映ってないかも、はい、やはりですね
信頼と実績めちゃめちゃいいですね。はい、オイルのあるところに投げないと手前で噛んじゃうからアップしてたってことですね。ようやく謎が解けた。これもいいんじゃない？あーちょっと出すぎ、惜しい。ちょ9番ピン一番迷うんですよね。ちょっとドライブ2でいきましょうか。はい、いい感じ。スタート3フレパンチアウトしましょう。230目標なんでね、今ターキーダボだから220点、もう一度ダボが必要。出しすぎない。あー危ない。ジャクソンでしたけど、本人的にはちょっとやっぱ手前から出ちゃったかなって思いました。まあ、しっかりビュンって振った分止まってくれましたね。はい、ただ同じようには投げれる自信がないので、しっかりもっとね手前で出さないように気をつけましょう。まあ、ここ立ってるから10、15、よし行きます。はい、割れた。ちょっと出てたか。230アップが最後油断してしまった。いやこれ取れますよ、これ取れる。4番かすめる。はい、惜しくもない。224までしかいかない。とりあえず検討したっていうことを伝えるために最後はピシッといきましょう。はい、ちょっとねやっぱ出てるんですよ、甘えてる、幅に甘えてるんで15枚しっかり乗せます。いきます。あ、ちょっと内だけど、うちの方がねこらえるんですけど、やっぱ飛ばなかった。45フィートマジックです。はい、引き立てじゃないです、もちろん。もう夕方なんでかなり動いてます、かなり稼働した状態でのドライブ4レビューということで。はい、さあ、オッケー。はい、ラスト完璧なストライク出しましょう。最後がストライクなら僕の勝ちです。誰と勝負してるのかよく分かりませんが、いきますよ。優しく15、スピード出しすぎないように、奥にやるけどスピード出しすぎないように。 OK、 はい、はい、はい、ということで結果は213ピンでした。だいぶ使い方分かりました。やっぱりですね、カバー速強くなったということで、やっぱ手前にもう足元すぐ落ちちゃうと、今特にメンテしてかなり時間経ってるので手前のオイルないので、そこで食われてるので天ピンがよくタップしてたんじゃないかなって思いました。で当然というか、奥に落とすようにしてからストライクバーンと来てたんですけど、はい、最後の方は気持ちよくなって、だんだんスピードも出るようになってしまって、どん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 奥にやってるのにスピードも出てるから曲がりが足りない、天ピンタップが多かったんじゃないかなって思いました。ということで本気で投げて213点だったので、次はですね超本気で投げたいと思います。でボール的にはやっぱドライブ2よりもやっぱオイルに強いので、スピードない方はしっかりねオイルがある時に使った方がいいんじゃないかなと思います。スピードがある方は、はい、もうミディアムぐらいまでだったら全然使えると思いますので、参考にしてみてください。ということで
230いかなかったのでまたリベンジしたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。